にちは、こんばんは。ゲーム動画の一方です。カルチョビットは始めていきましょう。21節か。ワールドカルチョクラシックをやるんですね。来年はないんだよな。ということで、首位キャピタル東京をやっていきましょう。でもほぼ2位はないんだよな。ここは行きます。タカリバーズの勝率高い。本当？取りました。これ負けると終わり。おっと、決まったんです。しっかり入れてきました。ダークは越えて、うまいパスクルミへ。さあクルミから緑へ。クラーカリガーズ先生です。危ない。さあフリーキックピンチです。コーナーキックのピンチ。ピンチを逃れました。お、緑。え？これはクルミだ。決まりました。2点目。いやー、嬉しい。はい、油断はできませんが、この2点差大きいでしょう。決まりましたね、久しぶりに。さっきと逆、緑がアシストでクルミが、決めました。さあ前半約半分を経過しますね。広い。これ合う。あっと危ない。おお、今日助かった。運にも恵まれてる感じだ。キープしてきた。ああ、パスが前に上るように追い上げている。みんな、おっ、やりました。3点差になった。本当にうまいこといきますね。ミッキーからクルミへ。前半もあとわずかです。その中の3点差大きいでしょう。真ん中に入ってくる。前半もあとわずか。ここで前半終了です。2ゲージの選手いない。ちょっとここで2ゲージあるな。
さあ、ミオがこれで、ミオとミユキが疲れてますね。しっかり勝ちに行かないといけません。お、緑、右に添えた。横判断。さあ、あと一人変えられます。あ、やっぱ聞いたかな。残り20分となりましたが、ピッチャーボールをするんですね。緑、4点目。大勝です。スワイクリはちょっと疲れている。危ない。バーに救われました。これ試合終了。4対0、大勝です。その直後、でも縦パスが今クルミ、先ほどとは逆のパターンで2点目を取りました。いやー、添えました。後半29分、しっかり触れていきます。スカーリスからか、ボレーシュート、弾丸のように突き刺さります。いや、惜しかったですね。危なかった。
了となりました。相手の方のボールシェア率は高いんだ。シュートも高いです。シュート回数自身もキャッチャーと競合が多い。枠内はこちらの方が多くて、そしていずれもゴールにつながっているわけですが、対象です。しかし3位のままで、あ、残念、筑波長浜も勝ってしまったので2位はなくなってしまいました。アジアチャレンジトロフィーの出演を受けも逃したので、来年は我慢の年ですね。はい、ということで2位をずっとなって、監督成績で言えば10年目からずっと優勝か2位だったんですが、久しぶりに2位まで入らなかったですね。9点です。はい、ということで気持ちを整え直して、トリキニジア戦に挑みましょう。強いのは分かってる。それどこまで迫れるかっていうところですね。頑張っていきましょう。以上になります。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリスト、ブログ、ツイッター、ツイッチのリンクございます。ぜひアクセス、フォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画の一方でした。